それでは本日引退セレモニーともなりました山畑優真選手のインタビューとなりますでは長い間お疲れ様でしたありがとうございます昨日から先ほどのセレ,セレモニーまでかなり激動の日々だったと思いますけどもまあそうですねうん試合をするつもりでもギリギリまで行ってたんでまあ仕上がりとしてはバッチリやったんでまあそこはちょっと 惜しいんですけども、うん、まあ,あの、オープンフィンンがやり残すことになりましたけども、練習でケルベロスと殴り合って、しようと思います。<laughs> あの山口優真選手が結局、試合に出られないっていうことを聞いたときに、気持ち的な踏ん切りっていうのはつきましたか まあ正直、今いろいろな意見ありますけどこういう階級スポーツでやっている以上まあ減量というものが存在するじゃないですかみんなそれなりにリスクを持ってやっているのでまあ試合したかったけどまあ仕方ないなって思うを飲み込んで。 潔い幕引きにしようっていう踏ん切りはすぐつきましたね、うん、その試合できないっていうことを聞いた瞬間から10分ぐらいで10分で気持ちの切り替えができたまあ、20分考えても1時間考えても同じなんだよ <laughs>、10分で十分だろうと <laughs>、あまりね、暗かったら周りの人たちもちょっとね、なんかちょっと気使って。 もらったらちょっと申し訳ないんで、基本的に切り替えるのは早い方なんで、はい、逆にこういうね、いい舞台で、天0カウンドゴングまでしてもらったんで、大満足ですあのエディオンアリーナ大阪という、大舞台のリングで、自分の転換とを鳴らしてもらったってことに関してはいかがですか。う すごく感動しましたし何より「ご起立お願いします」の時にバサーって皆さんも関係者の人たちや、ね、観客の皆さんとかもバサーって立ってはるのを見てちょっと申し訳ない気持ちになりながらもありがたいなと思って気持ちいいってなりましたね。はい、現役時代の一番の思い出っていうのをちょっと教えていただけますか 思い出は、そうですね、あのライズワールドシリーズ、2年前なんですけども、今日引退される麻原翔平選手と試合したときが、僕は一番心に残ってます。まあ、ちょっとね、あのー、倒し合いとか打ち合いとか、その派手な試合じゃなかったんですけど、麻、あのーまあ、原翔平選手といえば、大阪で言ったら、まあ、東証。 でな名前も通ってるし、まあ、山口兄弟2人とも負けてるんですよね、しかもねあの、名だたる強豪を倒してるんで、これは本当に心に残ってますね、僕が勝てると思ってなかったんで、予想外の勝ちやったと思います、でも勝ってよかったなと、その時は思ってましたね、はい、一番残ってます、心に。 くしくもその朝原選手と同じ日に同じ会場で引退するってことになったことに関していかがですか。<laughs> 横入りしてすいませんって感じです <laughs>。までもね、すごいいい人なんで、あの一緒に引退しましたねっていう感じでまだ一緒にお酒飲みたいなと思いますね。はい。これからキックボクシングとはどういう携わり方をされていくつもりですか。 まあ選手としてはもう後悔はないんで今後、リングに上がることは二度とないんで後輩ケルベロスはじめ後輩の選手たちのサポートに回りたいと思います。もちろん,うん正直、ジムで今のところ有名なのはケルベロスですけど実力的にはまだ練習では僕の方が強いんではよ超えろよって感じです。 その後輩にはこれからどんな選手、どんなチャンピオンに育ってほしいと思いますかうんもちろん人気なんです、人気な選手になってほしいのは一つありますし、あとでも、やっぱり、ね、敬意を表してリングに上がれる選手になってほしいですし、うんまあ、いろんなね、思いを持ってるんで、ここに、それを前面に出してほしいですし。 まあ、人間性も実力も強い選手に。粘り強い選手になってほしいですね。多方向から攻撃を受けても粘り強い。戦える選手になってほしいです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、では、最後に。これまで応援してくれたファンの皆様にメッセージを最後にお願いします。ええー。山畑悠馬は。 今日をもって、えー、キックボクサーを引退します。あの長らく応援ありがとうございました。えー、まあこのライズという舞台が今国内で一番熱くて最強が集う場所なんで、皆さんぜひこの先もうこ <laughs> <laughs> すいません <laughs>、えー。この先もえっ、ー、とライズを楽しみに。 見ててくださいあとまあ正直ね山口ゆ馬くんちょっと心配なんですけどもまだあの山口兄弟あの頑張ってオープンフィンガー盛り上げてほしいなと思います藤田会長ありがとうございましたで終わりたいと思います <laughs> 以上ではいありがとうございますそれでは以上で山畑ゆうま選手のインタビュー終了となりますお疲れ様でしたありがとうございました